海上自衛隊のニュースです。最新鋭のタイゲイ潜水艦が無事就役したことで、防衛計画の22隻体制をクリアしました。そして、海自は新たな方針を打ち出したのです。すなわち、VSL 垂直発射システムを搭載した潜水艦の実験艦を建造するという発表です。今回は、日本政府のトマホーク導入に見る潜水艦の今後の戦略について見ていきたいと思います。湾岸戦争やアフガニスタン紛争などで使用されたトマホークはアメリカ製のミサイルで533ミリ魚雷発射管からも発射可能なのです。将来的に一蓋式誘導弾の遠心型を搭載するためにはどうしてもVSL が必要になるようです。海自衛隊では、2022年3月最新鋭潜水艦である、タイゲイ型の一番艦であり、ネームシップのタイゲイが就役しました。前述のように、これによって、防衛計画大綱で目標に掲げてきた、22隻体制の潜水艦隊が一応成立したと言っていいでしょう。この潜水艦艦隊22隻の内訳ですが、最新鋭のタイゲイが1隻、前級の双竜型12隻、前々級の親潮型3番艦渦潮から11番艦も父潮までの9隻となっていて、いわば親、子、孫の3世代潜水艦で構成されているのです。最も古い親潮型は、1番艦親潮、2番艦の満潮は、すでに練習潜水艦への所属変更が行われています。今、後退ゲイ型2番艦以降が就役すれば、3番艦以降の艦は、同じような変更が予想されています。つまり、最新鋭を現役活動させ、旧型は練習用にして、表部隊からは引っ込めるということなのでしょうね。となると、実際の有事の際、潜水艦22隻体制に準じる形で、練習艦へと移行させている、親潮型を現役に復帰させることも可能ではないかとも推理できるので、22隻以上の戦力を投入できる状態が準備されているとも言えましょう。これらの海自の潜水艦機機関部は、親潮型が、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を搭載、竜型10番艦までは、この構成に、さらに、スターリング機関も搭載した非対機依存推進方式になっています。その後、竜型11番艦以降、最新鋭タイゲイ型では、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池に発電機といった機関構成に移りましたが、しばらくは、この方式が中心となって、日本の潜水艦は進められていくものと考えられるでしょう。しかし、こういった今の海上自衛隊潜水艦のあり方については、2021年9月にオーストラリアがアメリカ・イギリスとの間に新しい安全保障の枠組みとなるオーカス、アメリカ、イギリス、オーストラリアの軍事同盟を締結したことが、日本にも波及し、議論を呼ぶことになりました。なぜなら、オーカスの締結によって、オーストラリアが潜水艦建造計画を変更したからです。もともとは、フランスの支援を受け、アタック級の通常動力型潜水艦を、オーストラリアが自国で建造する予定でした。それの計画をキャンセルし、アメリカあるいはイギリスの攻撃型原子力潜水艦の調達に舵を切ったことになるからです。オーストラリアがここまで思い切った抜本的軍事政策の転換を打ち出した背景には、南シナ海の支配権を確立しようとする中国への警戒心が肥大しつつあることが一因と見られますが、その対抗策の一つとして考えられたのが、原子力潜水艦の保有と言えましょう。地図を見て、お分かりの通り、オーストラリアから南シナ海までは、
かなりの距離があります。補給を考えると、この海域での長期間の作戦行動が可能な潜水艦と考えれば、機関に原子力推進を採用した艦しか対応が難しいというのは分かっていましたから、解決策が原子力潜水艦ということは単純な公式でした。オーストラリアが原潜導入を決定したという事実に、日本でも原潜のメリット、連続航行時間、日数、水中でのスピードに優位性があるなどを挙げ、原潜の導入を検討すべきではないかといった声が政治家からも出るようになりました。これまでの中で最も説得力のある議論になる可能性があるかもしれません。いずれにしても、日本は潜水艦に搭載可能な原子炉の技術等は持っていませんから、実現へと動き出しても、やはりアメリカからの支援が不可欠とは思えますが、原子力発電に関しては経験があります。2011年、平成23年の東日本大震災での福井知事故が代表ですが、現在も稼働はしていなくても、日本のあちこち、特に大都市以外に原発はありますよね。と言っても、原発と原潜の建造技術は全く違います。日本が原子力推進潜水艦を建造できる可能性を議論する前に、その潜水艦はどんな位置づけや目的で運用するのかという大前提を明確にする必要がありますから、最初にその議論から始めるべきでしょう。これまでの海自潜水艦は、主な兵装として、太平洋型、竜型、親潮型ともに 533mm、魚雷発射管を6門装備しています。そこから発射する長魚雷やハープーン巡航ミサイル等による、対艦、対潜戦闘を念頭に置いたものというわけです。日本の通常動力型潜水艦は、ディーゼル機関と蓄電池と発電機を搭載しています。潜航時の能力は、原潜に比べると、連続航行時間やスピードで優位性はありませんから、主たるチョークポイントでの待ち伏せ任務が主になっていました。原子力潜水艦は、通常動力型潜水艦より、連続航行時間やスピードでは、優位性が高まりますから、待ち伏せではなく、絶えず、日本の周辺海域を移動するという運用も想定されますが、あくまでも、対艦、対潜用の行動範囲だそうです。日本の場合は、今活躍中の通常動力型潜水艦プラス攻撃型原子力潜水艦を配備したと仮定した場合、これまでであれば、通常型を上回る、連続航行時間や速度を生かした攻撃型が、敵艦艇や潜水艦に攻撃を行う任務を担うと考えられてきました。しかし、昨今の政府は、敵の迎撃兵器の射程外から攻撃を行う兵器をスタンドオフミサイルと呼び、配備を進める計画を進めています。そのコアとして、現行の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型を見据えているようです。一蓋式地対艦誘導弾は、陸自が、すでに、南西諸島方面へ配備した兵器ですが、装輪式車両に搭載する形の陸上用装備で、およそ 200km 弱とされる射程距離を持ち、接近する敵艦艇をターゲットとするものです。この兵器の能力向上型は、現行の約 200km 弱とされる射程距離を、その5倍の 1000km ほどまで伸ばすと同時に、航空機に搭載する、形や艦艇に搭載する形の開発も進められているそうです。このような射程距離の飛躍的な延伸と、発射可能なプラットフォームの種類を増やすことだけでなく、対艦用途以外に、対地攻撃用途も視野に入れていると言われています。つまり、昨今議論の敵になっている反撃能力を体現する兵器ということでしょうか。
専守防衛を貫いてきた日本の防衛と侵略の反撃能力と見さされるこのような兵器を自衛隊が装備することに対する是非は、政治的問題も踏まえ、今後、ますます様々な方面から反対運動が激しくなっていくことが容易に想像できます。とはいえ、技術的、軍事的な側面からは開発しておく分野と言えるのかもしれません。人二式地対艦誘導弾能力向上型の実戦配備は、最短で2026年頃には可能と見られているようですが、2022年末から考えても、まだ3年以上の先ですし、アメリカからトマホーク巡航ミサイルの調達計画も浮上してきている状況です。トマホーク巡航ミサイルについては、まず500発ほどを調達、海自護衛艦の VLS、垂直発射艦にそのまま運用して、いち早く反撃能力を獲得する方向で進んでいるようですが、それだけではないのです。驚くことに、トマホークミサイルや一二式地対艦誘導弾能力向上型を VLS に搭載するための実験用潜水艦を建造する計画が報じられていますし、海自潜水艦も、そうした装備をつける可能性が浮上してきました。トマホーク巡航ミサイルは、イギリスのアスチュート級原潜のように、533mm、魚雷発射艦から、運用可能なバージョンもあるのですが、それは想定していないようです。アメリカ海軍の場合、バージニア級攻撃型原子力潜水艦等では、533mm、魚雷発射艦から運用する魚雷等の数を減らすことは避け、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS を別に12機搭載させているそうです。ただし、イギリスのアスチュート級にせよ、アメリカのバージニア級にせよ、水中排水量は7800トンにも達する大きさを持っています。海自最新鋭の太平洋型潜水艦等が約4000トン強ですから、はるかに巨大と言えるでしょう。だからこそ、トマホーク用の VLS を設置しても問題ないのでしょう。しかし、トマホークのような最短でも、1600km 以上の射程距離を持つ兵器を保有、運用したことのない日本が、何段階も飛び越えて、潜水艦に VLS を装備しようと考えるのは、唐突な気もしないではないですし、背伸びしすぎではないかとも危惧されるところです。